皆さんこんにちは本日2月28日火曜日です2月も今日で終わり毎月毎月今月も早かったねもう終わっちゃったねって話してますが2月は特に早いですね28日間しかありませんもんね今日もねいいお天気もう春ですね今日は特に異常なぐらいあったかいのかな4月ぐらいの気温だそうです風はちょっとね 強いんでですすけど大学おおお家の中ぬぬくく昼寝ししてて過ごしております本日はダイエット企画第26弾の続編ということで体重体脂肪率を測定して水ダイエットですねその経過報告ということで発表しようと思うのですが今回ね続編だったので中間発表は省いてスタート時の報告と経過結果発表本日とね2回に なります中間発表がなかったからなんか久しぶりな感じするね皆さんいかがお過ごしでしょうか私はね私事ですが今月は結構ね悩まされた1ヶ月正確には1週間辛い1週間がありました前から何度となくこのダイエット企画でお話しさせていただいている膀胱炎問題 こちらですね今回特にひどかったんです初めて聞く方のためにね説明させていただきますが私ね割と不節制しているんですけど体はね健康体なんです風邪ももう数年引いてないしインフルエンザももう10年以上引いてないしかかってないし567にもかかっておりません他のね体調不良なんかもまあ 女性特有の冷えとかそういうのはありますけど他は特にね偏頭痛とかもめったにないし腹痛とかもそんなにないし割とね健康が自慢の一つだったんですねなんだけど去年6月初めて膀胱炎にかかりました生理の月経が終わる最終日2日前ぐらいかなそのあたりから3日4日 膀胱炎に悩まされておりました症状としては排尿痛ですね排尿時に排尿の終わり頃ツーンとした痛み膀胱の痛みがあるっていう膀胱炎だったんですけど6月7月とかかって自然に治るんですよねあの聞いたことありますでしょうか膀胱炎って尿と一緒にその菌を出し切っちゃえば自然に治癒するものというものなんですね で、自然に治して、8月にお盆の時ですね、一回ちょっと、排尿痛が結構ひどい時がありましたので、病院に行ったところ、治りかけだったようで、菌が出なかったんですね。で、そのまま、その場で分かる尿検査では菌がなかったということで、で、念のため、膀胱がんとかのしら疑いも調べるために、病理検査に出して、で、1週間後に結果を聞きに行って、それでも問題ないと。で、その時確かに、病院にかかった時には、 前日まではすっごい痛かったんだけど病院にかかった時は確かにもうそんなに痛みはなかったんですよねなので治っちゃったギリギリで行ってしまったっていうところだったんでしょうねでまあ,あの重い病気ではないんだと思って安心してそのまま過ごしてましたで9月10月11月12月1月と過ごして毎月やっぱり同じように生理が終わる 最終日から3日4日かけて同じような症状がありました。だけどまあだましだましでねいつかは病院行かないといけないかななんて思って過ごしていたんですが今回2月は特に今までにないぐらいひどかったんです。膀胱炎の 排尿時の痛みももちろんもう毎回顔をしかめるぐらいの痛みあと頻尿ですねこれは今まであまりなかったのですが頻尿もひどかったですもう本当1時間に1回ぐらい行きたくなるぐらいであとは今までは排尿痛だけだったんですがそれ以外何もしていない時特に寝る時ですねにも痛みが出るようになって膀胱痛って あの子宮の痛みとは違うんですよねちょっとあのー、入り口というかおしっこの入り口の方穴の方近くが尿道っていうんですか痛くなるんですよね。でそれでちょっとこれただごとじゃないなと思ってもう一度病院に行きました。でその場で行う尿検査をして 異異常常ななししやっぱり異常なしですただ今回はその晩も帰ってからもずっと痛みがあったんですねでこれはおかしいな病理検査出してこれもまた結果同じだったらセカンドオピニオンかもしくは私が膀胱炎とか膀胱痛と勘違いしているだけで子宮の病気かな婦人科かななんてもう結構悩みましたこの1週間でその 尿検査をしに行った病院にかかった次の日かな、もう特にひどくて夜寝れないぐらいあの痛みで起きちゃってその後寝れない、しょうがないから先生に言われてたねこの痛みどうすればいいんですか鎮痛剤飲めばいいんですかって言ったらあ飲んでくださいって言われてたので鎮痛剤を飲んで寝るぐらい痛かったです。でその次の次日も 結構辛くて頻尿ですね、1時間に1回行ったり、そのあたりが一番ひどかったかな、で5日ぐらい過ごして、なので今回長かったですよね、いつもは3日、4日で治るところ、1週間か10日ぐらい苦しんだんじゃないかな、あるとき突然、パタッと痛み, <laughs> 痛みがなくなりました、あれって、でこれ、毎回、あのー、膀胱炎の時同じ風に出る症状なんですけど、あれっていうぐらい、あるときを境に、ピタッ 治るんですよね要は菌が流れるっていうことななのかなでも菌はいないしな何なんだろうってネットでもいろいろ探して「非細菌性膀胱炎」っていうのが出てきたりとかあとは石尿管結石尿路結石だけど石は脇腹がもう本当にもだえるぐらい痛むっていう痛みだから違うしと思ってねもう本当この1週間はね悩みました。で その痛みがなくなってケロっと治った2日後が結果発表の日だったのかなで結果聞きに行って病理検査ですね、まあ、出ないだろうとは思ってたんですけどもう生活習慣見直すしかないのかななんてあとは婦人科ね行くしかないのかななんて思って行ったら病理検査で菌が出ました。 びっくりしましまたそのただの尿検査でねその場でわかる尿検査では出なか,っからなかった多分ビビたるものだったと思うんですけど菌が出ました膀胱炎でしたなんかほっとした原因不明だったのでほんとほっとしました膀胱がんではないですよって先生にもねあの教えてもらってで膀胱炎でした結局なりやすい体質なんでしょうねで今ね抗生物質を5日分 朝晩飲むように食後にね服用するようにということで処方されて今飲んで治療しているところです痛みはねもうその病院行く前からなくなってたので気持ち的にかなり楽です健康って素晴らしいって実感しておりますこれからはねこのダイエット企画からもしかしたら 健康企画生活習慣を見つめ直す健康企画に変えようかなともちょっと思ってます今までね筋トレもやってましたけどやらないよりはいいんでしょうけど無酸素運動よりも有酸素ウォーキングねあのスマホに歩数計 ついいててるからそれで何歩歩くっっう企画やったりとかねただそれだとお天気悪い日いけないし大河、ま、君と一緒だとダラダラ歩いちゃうしどうしようかななんてちょっとねその辺も考えながら今後のねこのダイエット企画 <laughs> 継続していこうかなと思ってますダイエット企画なら,ならぬ健康企画にいつの間にか変わってるかもしれませんというわけで今月こんなことがありましたでダイエット企画のね本題に戻ります 水ダイエットを行っておりました2日で2リットル1日1リットルずつですね2リットルのペットボトルのキャップに日付を書いて2日間で飲みきるっていうね企画を継続して行っておりました。それがね 今回この膀胱炎になって膀胱炎は水分取って尿と一緒に菌を出すっていうのが治療の一つなのでとにかく水飲んでました、そしたらね今のこのこ今現在2月28日のね今現在の進捗状況がじゃん、こちら2月28日なのにもう3月2日3月3日分なの足りないぐらい <laughs> 頑張って飲んでおります。 なのでねこれねあの前から申し上げている通り1日の飲む量ねもうちょっと増やしてもいいし、まあ、ちょっとこのまましばらくもうしばらく様子を見ながら2日でね2リットル1日1リットルというね量を目標にやっていこうと思いますけどもう余裕ですね慣れました出かけるときも車のときはこのペットボトル大きいの持って出かけてますこのねこの調子で。 頑張ってやっててやいこうと思いますそれでは最後になりましたが今回の経過発表ですね体重・体脂肪率を測定してこようと思います2月1日スタート時の体重は 49.5kg 体脂肪率は28.7%でしたこれがどう変化しているのかお水たくさん飲んでましたあとは申し訳程度にニンニクサプリも毎日飲んでおりますどうなっているか 結果報告に入りたいいと思います体重測定終わりました今回の体重・体脂肪率はじゃーん !49.9kg 危ない !50.050.1 がちらちら見えてましたよギリギリ50の大台に乗らずに済みましたヒヤヒヤしましたびっくりです続きまして 体脂肪率は。体脂肪率は二十九点二パーセント、これもまた。ものすごく増えちゃいましたね。ものすごく、あ、前回が二十八点七なので、まあ、零点五パーセント。ですね。もう、これも三十の大台が見えてる。恐ろしいや。最後まで見ていきます。内臓脂肪レベルは安定の三。 2は遠くなっちゃいましたね最後に BMI は20.2体重が増えてるからねしょうがないと以上の結果になりましたびっくりですねなんか体的には痩せたかななんて思って勢いようと体重計乗ったんですけどやっぱり1か月に1回の体重測定ってちょっと怖いですねこんなこともあるんだ今ね先ほどお話しした通り 膀胱炎の治療で抗生物質服用しているので私、抗生物質の,、ね、あの副作用で割と普段からお腹緩いんですけどもっと結構こう下痢あのお腹痛くなってギュルルってなってトイレ駆け込むぐらいの副作用でねお腹のの緩さになっちゃって今もうすっからかんなんですよお腹のもの, <laughs> お腹のもの出し切っていてそれでこの体重なのでちょっとびっくりしました。 お水もたくさん飲んでるから体脂肪率もね率にしたら減ってるかななんて思ったんですけど増えちゃってますねどういうことでしょうかもうねこれね5 0 k ロの大台に乗ったら何かちょっと今までとは違ったことをしないといけないなぁとは前から思ってますあの例えばジムに通うとかねちょっと 他のものの他者の力を借りながら自分の力ではちょっと難しいかななんて思ってますそれが今回ギリギリ逃れましたまあ時間の問題でもなりそうですけどねびっくりしました <laughs> これを忘れずに次回ですね明日からまた部分痩せダイエットかな健康だ健康健康を目指す 健康企画はまたその次かな部分痩せダイエットお水もねこのまま飲み続けていこうと思います今いい習慣になってますからね部分痩せダイエットを行おうと思いますまた明日ですね後日次のダイエット企画をお楽しみにお待ちくださいませそれでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました